チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちのお昼ご飯は、月見自家製月見チーズバーガー食べましょう。で、ちょコーヒー入れながらね、コーヒーをランボルギーニ、相変わらずようとしとんな。ドリップコーヒーは美味しいからね。ではいただきます。コーヒー出とる間にね。ではハンバーガーをボリューム満点いただきます。おいしい。うん、おいしい。うん、チキンパティやからね、おいしいよ。うん、うん、卵、某 M のドナルドより美味しいね。L のテリアとかよりね、美味しいね。あー、またコーヒーがドリップコーヒーでうまい。何が違う、やっぱり卵のね、平飼い卵のコクとパティ、ハンバーグの質感、やっぱこれが違う。やっぱここは自分で作ったやつとのね、チェーン店との違いと思うけどね。ハンバーグはうまい。だからの、ああいうのは個人のステーキハウスとかのハンバーガーって美味しいやん。本当にそうね、最近食べに行ってないけど、うん、おいしいね。自分で作ったら好きな具材入れられるけど、今回ピクルスなかったから残念やけど、ピクルス作っといたら、まあ、そんなの最高やだけどね。うん、うん、おいしいわ。
4個で40円だな。あの粉専門店のところで、ね、出たパン。じゃあ足らんって言った子供に。よく頑張ってるし。どっちか食べるでしょ。このパン粉を溶いて、美味しい美味しいね。ハンバーグ時々作って、ハンバーグ作った時に多めに作っといて、焼いといて、で焼いといてからね、冷凍しとく。で焼いて、バツイやつを薄くスライスしとくね。3枚とか2枚とか3枚をスライスして冷凍しとくね。で1分ほどレンチンして解凍してから、フライパンで表面焼くのよ。もうこれ卵焼いて、まあ、そんなあっちゃんの大好きな月見は、おいしい。コツはね、結構黄身を焼くことで、ハンバーガーでとろりするとね、手にテレーンって出てくるからね。これでね、チーズとかも1個何本、パン10円でしょ、ハンバーグがほぼほぼタダでしょ、10円かかってへんでしょ。何が高いって卵が一番高いね。卵が50円ぐらいか1個で、チーズが1枚何本、10円、20円ぐらい、80円ぐらいで月見バーガー。でもこれコストを下げるまたもっと簡単で、卵を1パック50円とか40円とか50円で安いの卵を使って、でチーズ入れへんかったらめちゃくちゃ安できるよね。でもハンバーガーだけ、もう卵も省いてハンバーガーだけで、まあ、マクドで言ったら100円で、今120円か、100円のやつでも原価20円とかそんなんやん。うん、おいしいです。コーヒーが、まあ、また美味しいコーヒーで食べるハンバーガーは美味しいね。いや、焼いた卵味が濃いしね。卵の端っこか、卵のパリッと焼いた端っこやった、硬いなんだ。美味しかった。はい、ということで今日のあっちゃんちのお昼ご飯は、あっちゃん特製ハンバーガー、チーズ月見バーガーでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。美味しかった。